を戸松さん一人で演じたらどうなるのか。遅いよマヨ、お客さんが待ってるよ。聞き屋は客の話を親身になって聞く商売。あんたはとろいけど聞く才能だけはあるんだから、しっかり聞いてきな。はい、行ってきます。キャキャ。ちょっと聞いてよ聞き屋さん、うちの彼氏私と喧嘩中に他の女と映画行ってたの。え、マジでありえなくない？ありえません、辛かったですね。ちょ、大丈夫？私より泣いてんだけど。でもすっきりしたわ、ありがとう。まあよ、次のお客だよ。聞いてくれよ、うちの嫁と来たら味噌汁もろくに作れなくてね。私が若い頃はそれこそ毎日鰹節を削るところからで。なるほど。聞いてくれるお姉さん、実はクラスの女子5人から告白されちゃって、僕たちまだ小4なのにどうしよう。大変だね。終わった。話を聞くのって結構疲れるな。けど話し終わったお客さんの笑顔を見たら疲れも吹き飛んじゃ。桜田、バイト終わったの？帰り道危ないし送ってこうか。ありがとう青葉くん。好きな人の話もいつかたくさん聞けるといいな。视频客户端全新上线。